ですね、アイラブ横浜のエコキャンドル教室にやってきました。こちらのブースではですね、エコバッグやマフラータオルなどのグッズ販売もしているみたいです。そして、今日私が体験させていただくのはですね、こちら手作りキャンドル教室と未来への手紙です。では、早速行ってみたいと思います。こんにちは。体験させていただきたいんですけど、おいくらですか？500円になります。はい、お願いします。はい、ブース移動してください。はい、あっちですか。はい、はい、行ってきます。お願いします。はい、お疲れします。はい、じゃあ、アンドバスタワーとインターコンチェンタルは入って、はい、はい、行きます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じで。はい、ありがとうございます。この写真はどうなるんですか？はい、これをこれから印刷します。はがきの上半分印刷しますので、はい、下に、実際このハガキが届くのが来年の今頃になりますので、うんうん、来年の1年後の自分とか、はい、あと大切な人、そういった人たちに対してのメッセージを書いていただきますので、はい、お楽しみに。はい、わかりました。はい、じゃあこれで次キャンドルの方に行ってもらいますので、はい、じゃあこれを持って次のキャンドルの方へお願いします。はい、ありがとうございます。はい、行きたいと思います。すみません。はい、キャンドルを作らせてください。はい、作っていきたいと思います。じゃあまずは土台を作ります。はい、土台を作っていきたいと思います。で、作り方は、はい、持ってもらって、はい、手をこう輪っかにして、はい、こう優しく撫でる、優しく撫でる、はい、スン、ちょっと形を作るから、ね、こういう土台を作るような感じでちょっと優しく。はい、これ面白いですね。意外と難しい。こんな感じで大丈夫ですか？はい、いいですよ。できました。で、次にキャンドルの芯を作ります。はい、紐とアルミホイル、アルミホイル、はい、これをこのような形で包んでくれます。あ、はい、この紐を包めばいいんですね。よいしょ。意外とこれ難しいですね。よいしょ。不器用がバレるやつです。よいしょ。これで大丈夫ですか？はい、はい、はい、じゃあこれに両面テープを貼りますので、はい、両面テープで、なんか手強いですよ。敵は手強いですよ。はい、はい、これを真ん中に貼ってもらえますか？真ん中に、はい、ここに、えい、でギュッと押さえてもらいます。行きましょう。はい、じゃあここに置いてください。はい、で色がこの色と、あと青があるんですけど、あ、何色がいいですか？じゃあ青色で。青色で、はい、これは何で色をつけてるの？これクレヨンで色をつけてる。へー、カラフル。お、ついに青が投入されるわけですね。綺麗な色を。はい、これで完成になります。はい、はい、じゃあ固まるまで時間かかりますので、はい、チケットを持って未来に並び来ないってください。はい、あっちに移動します。ではここに行きたいと思います。あ、ありがとうございます。写真いただきました。こんな感じにできます。イエイエイ。では早速こちらで書いて大丈夫ですか？これも誰に書くか悩むやつですよね。それはどこに送るんですか？おなじみの友達の神戸に送りつけようかなと思います。はい、神戸には誰がいるんですか？私の弟がいます。弟くんがいます。そうですね、弟、そうか、じゃあ、しょうがない、弟の名前書いてやる。どうしようかな。めっちゃ効くかじゃん。うわ、これ、これ結構真剣に書いちゃいますよ。よいしょ。もう、とりあえず再開です。
書くことないんでサイン書きます。それはサインですか。はい、もう書くことがないのでサインを書きたいと思います。リアルサインです。今が平成26年の5月31日横浜なんかちょっとあれですね、女子らしからぬ色味がないやつ、色味を足していこう。横浜より、横浜より横浜さんみたいになっちゃったけど横浜さんみたいになっちゃった。じゃあ実家の弟くんに出したいと思います。来年の今頃届くそうです。これ書き終わったらどうしたらいいですか。はい、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 付けていいです。あ、ぜひお願いします。はい、ではお願いします。はい、この後はどうしたらよいでしょうか。はい、こちらもお願いして、こちらがキャンドル引っ掛けになります。はい、はい、また後々お願いしてください。あ、はい、どれぐらい後に来ればいいの。2、30分後ぐらいにまた戻ってくればいいわけですね。はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあ次、2、30分後ぐらいに取りに行きたいと思います。が経ったのでですね、早速このキャンドルを取りに行きたいと思います。行きますよ。キャンドルをください。はい、どんな感じで出来上がってるの。皆さんもぜひ